アメリカ合衆国の土木技師であり、南北戦争では北軍の決出した将軍だった。ゲティスバーグの戦いの時にリトルラウンドトップでトタンバの防御を手配したことでよく記憶され、リトルラウンドトップの英雄としばしば呼ばれる。軍団指揮官としてのその後の従軍と残りの軍歴はフィリップ・シェリダンから指揮官職を外されたファイブ・フォークスの戦いで破滅した。 ウォーレンは、ニューヨーク州パットナム郡コールドスプリングで生まれ、地元の著名な連邦議員、外交官また、産業事業家、ガバヌーア・ケンブルーにちなんでその名前が付けられた。妹のエミリー・ウォーレン・ローブリングは後に、ブルックリン橋の建設に、重要な役割を果たした。ウォーレンは16歳で、陸軍士官学校に入学し、1850年に、 同期50人中2番目の成績で卒業した。地形学工兵隊の名誉将尉に任官された。南北戦争前の時代、ミシシッピ川で大陸横断鉄道のための測量を行い、ミシシッピ川流域西部の地図を作った。1855年、ネブラスカ巡州におけるウィリアム・ S ・ハーニーのアッシュ・ホローの戦いで工兵として参加し、これが偉人となった。 ウォーレンは大陸横断鉄道を通す経路の研究に加わり、1857年にアメリカ合衆国では最初のミシシッピ川より西の包括的な地図を作成した。これには現在のネブラスカ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、モンタナ州の一部、及びワイオミング州の一部を含む古代なネブラスカ巡州の広い探検が必要だった。 ウォーレンが測量した地域の一つが、ミネソタ川渓谷であり、ミネソタ川下流から予測したものよりも、はるかに大きな渓谷だった。渓谷は、ある場所では幅5マイル、深さ250フィートあった。まず1868年に、地域の水文学を解明し、11700年から9400年、前の間にアガシー湖から流れ出た。 大量の水が山海を作ったと考えた。この大きな川は、ウォーレンの死後にその栄誉を称えて、ウォーレン氷河と名付けられた。南北戦争が始まった時、ウォーレンは注意であり、生まれ故郷からは、ハドソン川の向こうにある、ウェストポイントの陸軍士官学校で数学の教官を、していた。 北軍に仕える地元の連隊編成に協力し、1861年5月14日に、第五ニューヨーク風評連隊の中佐に指名された。ウォーレンとその連隊は、南北戦争で、最初の主要な陸上海戦といわれる6月10日の、バージニア州におけるビッグベセルの戦いが偉人となった。9月10日には大佐に昇進し連隊長になった。 1862年の半島方面作戦では、ヨークタウンの包囲戦でその連隊を指揮し、ポトマック軍の地形学校兵長、アンドリュー・エイハンフリーズ巡賞のために偵察任務を遂行し、バージニア半島を侵攻する時の軍の適切な経路について詳細な地図を描いて貢献した。7日間の戦いの時は一個旅団を指揮し、ゲインズミルの戦いで膝を負傷したが、 戦場から連れ出されることを拒んだ。マルバーンヒルの戦いではその旅団が、南軍一個師団の攻撃を止めた。第二次ブルランの戦いでもその旅団の指揮を続け、圧倒的な敵の猛攻に対して、英雄的な抵抗をして、大きな損失をこむり、アンティータムの戦いでは、第五軍団が予備隊になったので、戦闘には参加しなかった。ポトマック軍の指揮官たち。 左端がウォーレン、左から三人目がジョージ・ミード少将。1863年9月1862年9月26日に順位賞に昇進し、12月にはその旅団を率いてフレデリックスバーグの戦いに参戦した。1863年2月にジョセフ・フッカー少将がポトマック軍を再編した時、フッカーはウォーレンを地形学公平庁に指名し、 さらに公平庁に指名した。公平庁としてのウォーレンは、チャンセラーズビルの戦いでの働きで称賛された。ゲティスバーグ方面作戦が始まった時、南軍のロバート・イーリー将軍が、ペンシルベニア州への侵攻を始めたので、ウォーレンはフッカーに、ポトマック軍が追跡すべき経路について忠告した。1863年7月2日。 ゲティスバーグの戦いの2日目、ウォーレンは、北軍の左側面が防御されておらず、その重要性を認識して、リトルラウンドトップで防御を始め、独自の判断で攻撃される少し前に、ストロング・ヴィンセント大佐の旅団がそこを占めるよう指示を与えた。その南軍の攻撃の時にウォーレンは首に軽傷を負った。ゲティスバーグの後、 8月8日に少々に昇進し、負傷した、ウィンフィールド、スコット・ハンコック少将に代わってその月から1864年3月まで、第二軍団を指揮し、ブリスト駅の戦いで結出した働きをし、この時の功績で1865年3月13日に、正規軍の少将へ名誉昇進した。マインラン方面作戦では、 ウォーレンの軍団がリー軍への攻撃を命じられたが、罠が仕掛けられていると考え、ポトマック軍指揮官、ジョージ・ミードの命令を拒んだ。ハンコックが治療から戻ると1864年春にポトマック軍が再編され、ウォーレンは第5軍団の指揮を取るようになった。その後は第5軍団を率いて、オーバーランド方面作戦。 ピーターズバーグ包囲戦及びアポマトックス方面作戦と進んだ。これらバージニア州での作戦では、ウォーレンは、不評軍団長の役割に公平としての丁寧さと、注意深さを持ち込んだと評判になった。1864年8月18日から20日のグローブタバイの戦いに勝って、ピーターズバーグから北に伸びる重要な供給船である、ウェルドン鉄道を切り取った。 9月のピーブル農園の戦いでは限られた成功だったが、ボイドトンプランク道路上のピーターズバーグに伸びる、供給船を守る、南軍戦線の一部を制した。ユリシーズ・グラント中将の重要な部下である、攻撃的なフィリップ・シェリダン少将は、ウォーレンの業績に不満だった。今夜の戦いの後で、ウォーレンの軍団が道を塞いだとされることや、 ピーターズバーグ包囲戦での慎重な行動に怒っていた。アポマトックス方面作戦の初めにシェリダンは第6軍団がリー軍追跡に割り当てられるよう要請したが、グラントは第5軍団が良い位置にいると固執した。グラントはもしシェリダンが任務の成果のために正当化できると考えるならば、ウォーレンを解任することを認めるメモを渡した。グラントは後にその 個人的な自叙伝の中で次のように書いた。私は、ホワイトオーク道路の戦いでのオーレンの鈍い動きと、時間通りシェイリダンのところへ到着しなかったことに、大変不満であり、大事な時に、彼がシェイリダンを失敗させるのではないかと大いに恐れた。彼は、優れた知性、大いなる真面目さ、分かりの速さがあり、行動することを強いられた困難さの下で、 どの士官とも同じくらい早く決着をつけることができた。しかし私はそれ以前に彼の制御できない欠陥を見つけていた。それは我々のすぐ前にあったような緊急事態におけるその有用性について大変偏見があったことだった。彼はいかなる危険にもそれに出会う前に一別で悟ることができた。彼は起こりうる危険に出会う準備をしないだけでなく、 その動きを実行している間に、他の者が行うべきことを上官に知らせようともしなかった。ユリシーズ・エス・グラント、パーソナル・メモワーズ1865年4月1日のファイブ・フォークスの戦いで、シェリダンはウォーレンの戦いぶりに激怒した。第五軍団はあまりにもゆるりと戦闘に入ったと認識し、シェリダンがウォーレンの前に行ったときに、 舞台の前面に立っていなかったとなじった。実際のところウォーレンは軍団長の取るべきあり方でその各士団の配置を指揮していたし、その日、ファイブフォークスでの第5軍団による攻撃がリー軍に対する最終戦の展開点になった戦闘だったと言われている。それでもシェリダンは即刻ウォーレンを解任した。ウォーレンはピーターズバーグ防衛に配置され、 続いて、短期間ミシシッピ方面軍を指揮した。ウォーレンはシェリダンに恥かしめられて、1865年5月27日に、抗議のために志願兵の少将としての任官を辞退し、その高級的階級は、公兵隊の少佐に戻った。ウォーレンは、公兵技師として17年間勤務し、鉄道を建設し、 ミシシッピ川沿線に配転されて1879年に中佐の位に昇進した。しかしゲティスバーグで約束されたかに見えた軍歴は破滅した。ウォーレンはシェリバンの行動による汚点を晴らすためにサモン会議を熱心に要求した。ユリシーズ・グラントが大統領職から引くまでは何度要求しても無視されるか拒絶された。 ラザフォード・ヘイズ大統領は1879年に召集されたサモン会議を命じ、100日間以上にわたって多くの証人からの証言が聴聞され、シェリバンによるウォーレンの解任は正当化できないという結論になった。ウォーレンにとって不幸なことに、この結果はその死後まで出版されなかった。ウォーレンはロードアイランド州ニューポートで死に、そこで 彼の要請に従って、文民の服装で、軍装の礼なしに埋葬された。ウォーレンの最後の言葉は、旗だ。旗だ。だった。ゲティスバーグ国立軍事公園のリトルラウンドトップに、あるウォーレンの銅像ゲティスバーグ国立軍事公園のリトルラウンドトップには、ウォーレンの銅像が立っており、この有名な戦闘の20年後に除幕された。ニューヨーク市ブルックリンク。 グランドアーミー広場には、ヘンリー・ベアラーによる、別の銅像が建てられた。これは、制服姿で立っているウォーレンであり、リトルラウンドトップで切り出された、加工岩製台座には、野戦用双眼鏡がある。全米科学アカデミーでは、ほぼ4年ごとに、GK ウォーレン賞が与えられる。これは、ウォーレンの娘エミリー・ビー・ウォーレン賞が、父の記念に行った寄付で賄われている。 ありがとうございます。